DAW レッスンの鈴木です。今回はケイクウォークバイバンドラボ2020年4月更新分、こちらで追加された新機能の中から特徴的なものいくつか紹介してみたいと思います。この2020年4月更新分でもいくつかの新しい機能とバグフィックス等が行われているんですけれども、やはり今回の一番の目玉となるのはアレンジャートラックかなと思います。このアレンジャートラック見ていただければ一瞬で理解できると思うんですけれども、楽曲の構成を気軽に変更して聴き比べてみるなんていうことができるツールになっています。実際にやってみましょう。今 ABC なんていう風に3つのセクション曲を簡単に作ってみたんですけれども、例えば B の部分を頭に出した時にどんな風になるのか聴き比べてみたいなんていうケース、曲を作っていくとあると思います。その場合従来であればちょっと面倒くさくて、スペースを空け B のセクションを選び先頭に出し AC なんていう具合に物理的にクリップの順番を入れ替えていたと思います。今は2トラックしかないのでまだいいんですけれども、例えばこれが20トラック30トラック重なっていくとクリップを移動するだけで一苦労となってしまうケースが多かったと思います。今回の新機能アレンジャートラックはこんな時にすごく便利で、使い方は非常に簡単です。まず表示メニューからアレンジャーの表示非表示を選択します。キーボードショートカットですと A キーですね。そうするとタイムライン上にこのようにアレンジャートラックというものが表示されてきます。ここでまずアレンジャートラックにマーカーを打っていく必要があります。その場合には今ここに書いてありますけれども、ここの部分をダブルクリックすることによってセクションを追加することができます。追加したセクションはドラッグで移動することができます。またこの時に長さも変更することができますので合わせておきます。この時に1点注意していただきたいのが、アレンジャーのこのマーカー、これ1回クリックするとそのタイムライン範囲にあるクリップ同時に選択するという動作になりますので、マーカーと一緒にクリップも移動してしまいます。そんな時にはもう1回アレンジャーマーカーをクリックするとこのアレンジマーカーだけが選択されるよみたいな状態になります。このアレンジャーマーカーを打つことによって簡単にクリップの移動はできるようになるんですけれども、入れ替えるというのはこのままでは難しいです。その場合には画面のインスペクターの部分、アレンジャーの表示という項目がこのバージョンから増えているんですけれども、こちらをクリックしていただきますと今追加したアレンジャーのマーカーがセクションという形でここに3つ登録されています。こちらは右クリックすることによって色を変えたり名前を変更するなんてこともできるようになっています。 BC なんて具合に変えておきましょう。画面の上部はこのようにセクションのマーカーを管理する部分で、その組み合わせを決めるのがこの下側のアレンジメントという項目です。登録したいセクションを選択してこのボタンですね、アレンジメントに選択セクションを追加、もしくはこのセクションアイコンをそのままドラッグすることによってもこのアレンジメントの中に登録することができます。この画面で何ができるのかと言いますと、今は ABC の順番で曲が再生されていきますけれども、このアレンジメントの項目ではこのセクションをドラッグすることによって順番を簡単に入れ替えることができます。今 BAC なんていう風にしてみました。この状態でアレンジメントの再生ボタンを押してみると、なんて具合に再生順番を変えた時にどのような感じになるのかっていうのを簡単に視聴することができるんです。そしてこの機能便利なのがこのアレンジメント1って書かれている部分、こちらクリックすることによってこの組み合わせのバリエーションというものもたくさん作ることができるんです。例えば新規作成2番風にして B と C だけを CB の順番で鳴らしたい、もちろん作成したアレンジメントは簡単に切り替えながら視聴することもできますし、これ便利だなと思ったのが各アレンジメントの組み合わせというものをオーディオとしてエクスポート、つまり書き出すことができる。なのでこっちとこっちどっちがいいかななんていう時に書き出して他の人に聞いてみてもらうとか、そういったこともできるようになっています。そして最後です。この状態ですとまだ再生順番は変わったんですけれども、タイムラインの順番というものは変化していません。
じゃこれを BAC の順番で OK だと、これを適用したいなんていう時にはこちらにありますプロジェクトにアレンジメントを適用、このボタンをクリックすることによって今確認メッセージが出ました。入れ替えちゃいますけどいいですかっていうメッセージが出ますので OK というふうにしていただくと、このようにアレンジメントの順番でタイムラインが移動したと、マーカーもしっかりついてきているのがわかると思います。ただこの時に1小節分頭上げてたよなんていう場合には詰められて1小節目から始まってしまいますので、そこは後で修正が必要かなと思います。というアレンジャー機能なんですけれども、セクションの組み合わせを試したい時にかなり便利に使える機能だと思いますので、歌物で使っていただいてももちろん OK です。ただしその場合は A メロ、B メロ、サビの順番を入れ替えるってことはあまりないと思いますので、セクションというよりかは曲の中のフレーズの要素なんていうものを入れ替えるなんていう使い方になるのかなと思います。それに対して EDM とかダンスミュージック系の楽曲の場合ですと、どの順番で曲を盛り上げていこうかとか、そういうのを練るときにご活用いただけるのではないかなと思います。続いてエフェクト関連でいきますと、プロチャンネル、こちらがさらに使いやすくなりました。何が変わったのかといいますと、各モジュールごとのプリセット機能というものが今回使えるようになりました。従来もプロチャンネルのプリセットあったんですけれども、このプロチャンネル全体のプリセットという形だったんですね。こんな感じだけでなく、このコンプレッサーの部分だけ、ここだけでプリセットを組みたいよなんていうケースも当然あると思います。今回それができるようになっていて、各モジュールラベルの左側、このアイコンですね、こちらクリックしていただきますと、ここに対するプリセットを呼び込むことができるようになりました。例えばじゃあ今回ドラムですので、ドラムオーバーヘッドを選んでみましょう。でこれをベースにちょっといじっていただくと、当然 EQ や他のモジュールに対しても行うことができます。またこれミックスダウン時に便利だと思うんですけれども、各モジュールの設定項目をコピーして他のトラックにペースト、反映させることができるようになりました。ちょっとこれもじゃあやってみましょう。例えばこういう EQ をかけました。まあこれ適当です。この設定をコピーしておき、ベースのトラック、この EQ にペーストしたい。なんていうのは簡単に行えます。ですので音作りのスタート地点として、同じエフェクトの設定つけたいよなんていう時にはこういった機能をご活用いただくと便利かなと思います。またマルチアウト出力に対応したインストゥルメント、ソフトウェアシンセサイザーですね、こちらを使う時の利便性というものも上がっていて、例えばじゃあ SSD サンプラー使ってみましょう。この詳細設定の中に各出力のインストゥルメントトラックという項目、各出力のインストゥルメントトラックという項目が追加されています。こちらをチェックつけることによって最大マルチアウト数のトラック、今16トラックですね、表示されていますけれども、このトラックを瞬時に作成することができるようになっています。ただこのままですと音源側のマルチアウト設定というものは行われていませんので、読み込んだ後で各アウトの項目、じゃあスネアを2番に変えてみましょうか。キックはマスターの1番に設定されていて、2番スネアは2番だけに入ってくるよと。今オーバーヘッドとかがここから流れちゃってるので、レベルメーター触れちゃっていましたけれども、マルチアウトの設定も比較的簡単に行えるようになりましたので、このようにドラム音源であったりマルチティンバー系の総合音源使われている場合はこういった機能非常に便利なのかなと思います。トラック数が多すぎて分かりにくくなっちゃうよなんていう場合にはフォルダでまとめてしまえば OK かなと思います。またプラグイン周りでいきますと、 VST の SDK キット、最新のものが使われているということですので、 VST 系のバグフィックスも行われているという形になります。その他にもいろいろ細かい修正等入っていますので、そのあたりはブログの方に箇条書きでまとめておきたいと思いますので、ぜひ合わせてご覧ください。ということで今回はケークオークバイバンドラボ2020年4月更新分で追加された新機能の中から気になったもの、特徴的なものをいくつかご紹介してみました。ソフトウェアのアップデート方法については以前別の動画でご紹介しておりますので、合わせてそちらをご覧ください。それではここまでご視聴いただきましてありがとうございました。